はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。ポポロプロイスの22回目ですね、やっていきたいと思います。で、幽霊戦からね、あの流れ着いたんですけどね、買いましょうか。こっちだね。で、さっき右側に見えた、あのなんか光ってたやつも取れそうなんでね。わあ、めんどくさいなー。稲妻落としは効かないんで、とりあえずこっちから。お、クリティカル出た。ジャンプ切り。ジャンプ切り。このポポロクロイスの特徴はね、あのそうそう、こうやると。カウンタークラウンですよね。あ、ファイアボール7ね。さあ行きましょう。上の方でしたね。 あった、これだ。はい、錆びた剣ね。あ、こっちじゃない。あー、離れてるね。逃げましょう。こっちでいいの？はい、良さそうですね。これ津波やってくるやつじゃないの？うわー、いやー、ナルシアの友達っていう設定にするんですね。鳥に変身できる人間ってことですよね。おじさんってナルシア殿のご友人というのに乱暴な娘さんでござるなと。それでね、また楽になりますね。やっと3人になった。で、ステータスちょっと見ときましょうね。こんな感じですね。まあ面白い、ちょっと変わった魔法になってますよね。武器がね、ないんですよね。で、こっちですね、なんかつけさせておきましょう。うん、雷の
あ、氷の腕輪にしときましょうか。はい。ああ、そういうことか。波動砲みたいなあれなんですね。あ、なるほど。あー結構怖いね。あ、でもだいぶ楽。さあこれは接近戦ちょっと避けたいですよね。これ面白い。飛びけろ。風の刃。ああ、いいですね。間やからこの辺かな。飛びけろ。ああ、だいぶ楽。お、白木さんが21ね。うん、とりあえず村、あ、もう神にハンマー返しに行けばいいのかな。お、誰だ。ん、ここに、こっち見てたね。お、あー、ポフトさんだ。島上陸するんですね。
あれ？ああ、ここエンカウントするのか。飛びけら！おー、ノー。なるほどね、結構イベントが盛りだくさんですね。あれ、パミちゃんもいた。あ、いたいた。さあ、こじゃあ宿屋泊まりましょう。せっかくね、3人来たからセーブしましょう。またこれ待たないといけないんですよね。はい、で、内容が変わってますね。変える気ゼロですね。相談したいことがある、うん、おー、船員たちはこの島に残ると。あとは、この辺の人たちは大丈夫なのかな。
んかね、このヤシの木をもらえた記憶があったんですけど、違ったかな。まあ炎の剣はちょっと無理やな。じゃあブリートニア向かいましょうか。はい、ではちょっと早いですけどね、今回ここで終了させていただきます。ポポロクロイス物語、次回はブリオニアに行けるかどうかですよね。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。